はいどうもかんちゃんです。ということで始まりましたこのチャンネルなんですけども、今日わけあってこの車内で撮っております。撮らないとなと思って撮った動画でございます。僕は先日出したショートムービー出したんですけど、あの動画でですね、あのチャンネル登録者数がちょっと増えたんですね。あの最初もう28人になってましたっていう動画を上げて、でその次に30人に戻りましたっていう動画を上げたんですけども、その30人行きましたっていう動画の時にちょっと行きましたね、ちょっと上がりまして、その時30人だったのがもう着々と見るたびに増えてて、今は62人になっております。まずね、50人になった時にこういう動画でありがとうございますっていうのを喋ろうと思っててですね、あの30人の時から、あのね、一気にもう50人行ったから撮らないとな撮らないとなと思って焦ってると60人に行ってて、僕も今ちょっと焦っててこういう動画を今撮ってます。ということでね、もうありがとうございますということがまず第一なんですけども、これはね、あのかんちゃんの足跡チャンネルというチャンネルで、僕がただ単にやりたいことをやっていくっていうただのそういう動画でございます。ゲームやったりとか、歌歌ってみたりだとか、こうやっておしゃべりしてみたりだとか、もう何でもありのチャンネルで、コラボ、まあいつか誰かとできたらいいなとも思ってます。まあそういう感じで、こういうまあ適当なチャンネルですっていう、まあそういう紹介でございますね。まずはまず30人いて普通にやってて、まあ60人になったんで多分倍ですよね。あの倍の人が多分僕のことをあまり知らない人っていうことなんで、まあここでまあ改めてこういうチャンネルですよっていうのを紹介していこうと思います。まあさっき言ったように、これは僕がやりたいことをやっていくっていう普通のチャンネルです。まず僕はあのもともとこの一人でやっていたわけじゃなくて、二人であのトラボーンっていう、チャンネルであのもう一人の人とチャンネルをやってて、一人でもまあやっていきたいなっていうことで、まあ二つのチャンネル掛け持ちっていう形で、この個人チャンネルでもう一つの方でまあやってるって感じですね。そんな僕が個人チャンネルでまあ何をやるかって言ったら、まあさっき言ったようにゲームしたり歌ってみたり、自分が喋ったりとか、まあ家族出したりとか、まあ僕も妹と一緒に動画撮ったりしてるんで、兄弟も一回ちょっと協力してくれたりとかしてます。まあそういう感じでまあ適当な動画を上げるようなチャンネルですので、そこはどうかよろしくお願いします。なんかやっとるわこいつっていう目で見てくだされば大丈夫だと思います。まあできるだけね、こう編集をして見やすくして、あのなるべく短くして出してるつもりですので、まあ適当に見てくだされば大丈夫です。まあね、これからこう視聴者さん増やしていって、チャンネル登録者数さん増やしていって行こうと思いますので、まあ皆さんよかったら SNS だとかで広めてください。で、僕がやってる SNS をね、ちょっとフォローしてもらえれば、その方で、いつも僕ちょっと遅れちゃうんですけど、あの動画上がったらそこに更新していくっていう感じにしてますので、ちょっと今から紹介しますね。まず、ツイッターをやってまして、そのツイッターが多分出てると思うんですけど、まあ、検索して、よかったらフォローもお願いします。で、ツイッターしてないよっていう人は、こっちの TikTok も僕してますので、ストーリーに毎日やね、更新してますので、よろしくお願いします。あの、インスタグラムしてねえよっていう人はね、TikTok にね、僕も、あの動画のワンシーンを TikTok の方に動画としてあげるっていう風にしてますので、そっちの方をフォローしてください。僕がやってるのはこの3つ。この3つのうちどれかをフォローしてくだされば、大丈夫ですね。全部やってるよっていう人はもう全部フォローしてくださってよろしくお願いします。まあね、まずは100人ですかねを目標に、まずはやっていこうかなっていう感じですね。で、僕の動画なんですけども、ショートムービーっていうのは僕が気が向いたら出すようにはしてます。まあ最近ですけどね。まあそのショートムービーで、まあお客さん30人も来てくださってめっちゃありがたいんですけど、ショートムービーは僕が気まぐれで、あ、こういうことがあったな、こういうことがあったなって言って出すっていう
ショートムービーになっております。普通のこういうもうちゃんとしたこういう動画、こうやって喋ったりとか、まあ、なんか企画をしたりだとか、そういうのは毎週日曜日の12時、昼の12時ですね、こちらに絶対あげるようにはしてます。毎週日曜日12時、この時間に僕が動画を投稿しますっていう感じでやっておりますね、僕のチャンネルは。いや、やっぱね、僕も仕事しながらしてるんですよ。月曜から金曜仕事して、土日休みっていう感じで、なので月曜から金曜、まあ、気が向いたら動画撮るよっていう感じ、土曜日に、あ、やべえ、今週の動画ねえって思ったら急いで動画撮るよっていう感じで、日曜日に動画を上げますよっていう感じですね。まあ、自己紹介いこうか。かんちゃんと申します。年はね20歳、2001年の3月20日生まれ。好きなことは多分ね YouTube 見るか、もうゴロゴロすることなんですけど、嫌いなことは仕事だね。まあみんな同じでしょう。で、学生時代はね、小学校の時にサッカーやって、中学校でバスケ始めて、高校は何もしてないですね。で、高校卒業してすぐ仕事始めて、で YouTube 始めたのが3年前かな、分からんけど、高2だったか高3、高2か高1かぐらいに、1年前に個人チャンネル始めて、今こうやって皆さんに見てもらってるよって感じですね。僕もね、ちょっと自分のやりたいことをやってるっていうだけなんですけど、まあそれだけだったらね、皆さん飽きてしまうかなと思うんで、どんどんコメントしていただいて、こういうのはこうじゃろうと、こういうことをもっとしてくれと、もう過激なことしてくださっていいんですけど、例えばね、今雨降ってますけど、これオープンカーなんですけど、雨の中オープンにして走ってみろとかね、ちょっと僕それ嫌なんですけど、ちょっと言われたらしたいなと、言われたらするんで、全然僕が思いつかないことをどんどん言ってくださればもうありがたいです。まあ余談はこんなとこにして、まとめますと、ようこそこのかんちゃんの足跡チャンネルへようこそいらっしゃいました。今言った感じのこういうチャンネル、僕自身でございます。これからもね、皆さんが離れていかないように頑張っていこうと思いますので、どうかよろしくお願いします。ということで、こんなところで終わろうかなと思います。皆さんもいろんなところで僕をねちょっと宣伝してもらえればと思います。このまま100人で行きたいなと思うので、どうかよろしくお願いします。それではありがとうございます。見てくださっていつもいつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。じゃあな。てい。